モスタファー・チャムラーンは、イランの政治家、軍人、国防大臣及び革命後の、第一期マジュレス議員を務め、イラン・イラク戦争では、国会議員団の司令となっている。モスタファー・チャムラーンは1932年、テヘランに生まれた。アーヤトンラー・ターレガーニーと、アーヤトンラー・モタフハリーの教えを受けている。大学は、テヘラン大学を卒業。 1950年代後半にはアメリカ合衆国へ留学、テキサス大学オースティン校から理学修士号を取得、さらに1963年電子工学計算機科学でカリフォルニア大学バークレー校から博士号を取得している。その後、科学者上級研究員としてベール研究所と NASA のジェット推進研究所にで勤務した。 チャムラーンはペルシア語のほか、英語、アラビア語、フランス語、ドイツ語に堪能であった。1970年代の終わりから1980年代初頭にかけてチャムラーンは政治活動に活発に参画するようになる。中東におけるイスラーム革命運動の創設者、指導者の一人となり、アルジェリア、エジプト、シリアなどでゲリラ勢力、革命勢力を組織する。 特に南部レバノンにおけるアマル運動に関わった。1979年、イランでイスラーム革命が起きると、チャムラーンの経歴は一変することになる。ドゥーホッラー、ホメーニー個人への不条を目的とするイスラーム、革命防衛大使令、また国防省に任じられ、他に国家安全保障最高評議会における最高指導者代理ともなっている。 1980年3月の第一期マジュレス選挙では、テヘラン市選挙区から立候補して、当選、議員となった。チャムラーンは、イラン・イラク戦争撃戦火の1981年6月21日、フーゼスターン州で戦闘中に、イラク軍の迫撃砲を受けて死亡した。チャムラーンは殉教者として称えられ、彼の名をとって、アフバーズ大学は、 シャヒード・チャムラーン・アフバーズ大学へと解消。また、テヘランの高速道路、シャヒード・チャムラーン高速などに名を残している。ありがとうございます。